なんでサクタがうちに来るのよ。なんでって、マイさんにお呼ばれしたってさっきも説明したろ。なんか嘘くさい。嘘ついてどうする。それでマイさんは部屋にいるのか。お姉ちゃん、さっき急にマネージャーに呼び出されてったよ。だから今はいない。あれ、入れ違いになったか。ちょっとした用事だからすぐ戻るって言ってたけど。そっか、じゃあ玄関での立ち話もあれだし、戻ってくるまで僕は舞さんの部屋で待たせてもらおうかな。ちょっと、何勝手に家に上がろうとしてんのよ。てか、お姉ちゃんの部屋とか絶対ありえない。勝手にって、玄関にずっと突っ立っているわけにもいかないだろう。だからってどうしたらお姉ちゃんの部屋なのよ。別に舞さんの部屋で妄想にふけりたいとか、舞さんの部屋の空気を吸いたいとか、そういうことは思ってないぞ。絶対お姉ちゃんの部屋には入らせないから。それなら豊浜の部屋でもいいぞ。ダメに決まってんでしょ。なんでだよ。ダメなものはダメなの。まあどうせまだ引っ越しの段ボール片付けてないとかだろ。片付けてるし、今必要ないものを段ボールに入れておるだけだし。とにかく私の部屋もお姉ちゃんの部屋にも入れないから。マイさんの部屋を堪能するのは次の機会でいいか。じゃあリビングで待つことにするよ。最初からそう言えっつうの。じゃ、お邪魔します。さてと、マイさんが戻ってくるまでテレビでも見てるかな。いきなり人の家でさも当然のようにくつろぎ始めるなっつうの。別にいいだろう。よくない。そんなことより、お客様にはまずお茶が出てくるものだと思うんだけど。は？自分で入れたら。人の家だし。うざ。舞さんだったら心よく出してくれるのにな。わかったわよ。入れてくればいいんでしょ。しかし舞さん、急に呼び出されるなんて、相変わらず忙しいんだな。なあ豊浜、何の話をしに呼び出されたんだと思う？ああ、そんなの知るわけないでしょ。詮索するとかキモいんだけど。なんだよ、気にならないのか。彼氏と別れるように説得されてるんじゃないの。いや、それは困るな。はい、サンキュー。でも大丈夫だ。何が？別れるように言われても舞さんはそんな要求突っぱねる。うわ、何その自信。今のところ舞さんとの清い交際は順調だからな。本当にうぜい。ところで豊浜、これお茶じゃないみたいなんだけど。ジュースだよ、お姉ちゃんが CM に出てたやつ。豊浜。何？お茶くらい入れられるようになろうな。私だってそれくらいできるっつーの。今日は暑かったから気を使ってジュースにしたんだよ。まあまあ落ち着けって。マジムカつく。舞さんまだかな。まだ家に上がってからそんなに時間取ってないじゃん。僕は魅力的な舞さんに1分1秒でも早く会いたいんだよ。サクタってお姉ちゃんの魅力ちゃんと分かってんの？僕は舞さんのことなら何でも知ってるぞ。嘘？じゃああんたの知ってるお姉ちゃんの魅力って何よ。話し始めたらすぐには終わらないけど、いいのか。いいよ、どうせ私が知ってることばかりだと思うけど。まず一つ目は国民的な女優ってところだな。そんなの常識じゃない。それにめっちゃ美人。ほんと、サクタとはこれっぽっちも釣り合わないほど美人よね。さらに背が高くて大人っぽくてスタイルがいい。豊浜も舞さんくらいになれるように頑張れよ。ん？身長なら私だってまだ伸びる余地あるし。何よ、急に私を見て。頑張れよ。なんかバカにされてる気がする。気のせいだ。次の魅力は舞さんは料理がうまい。時々お弁当を作ってくれるんだが、もう三つ星レストランを超えるくらいうまい。さすがお姉ちゃん。ま、私は毎日お姉ちゃんの料理食べてるから知ってるけどね。いや、お前もたまには料理しろよ。時々手伝ってるよ。まあその話はいいか。次は？舞さんはとても頭がいい。
芸能活動で忙しいのに僕の勉強を見てくれたりする。しかもバニーガール姿で。はぁ、何言ってんの。お姉ちゃんがそんな格好するわけないじゃん。現実と妄想の区別がついてないんじゃないの。舞さんのバニーガール姿見たことないのか。スラッとした足と抜群のスタイルが際立っていて、それはもう目が離せなくなるほどだぞ。ありえない、お姉ちゃんがそんな格好するなんて。しかも作田の前で。まだまだ行くぞ。次適当なこと言ったら許さないからね。これは共感してもらえると思うが、かなり優しい。うん、それはわかる。この前なんて私が体調悪いって言ったらおかゆ作ってくれたんだから。さすが僕の舞さんは優しいな。私のお姉ちゃんだから。僕なんかデートに1時間近く遅れて行っても待っていてくれたことがあるしな。デートに遅刻って最低。僕もそう思う。でも舞さんはなんだかんだ言って許してくれた。お姉ちゃん優しいな。私の場合だったらそんなやつ即別れる。へえ、豊浜もデートするような相手いるんだな。例えばの話、私アイドルだし、今は仕事に必死だし。彼氏付きアイドルってのもそれはそれで新しいと思うけどな。斬新すぎるでしょそれ。適当なこと言うな。まあいいか。あとはそうだな、実は女王様で気分屋で時々厳しく叱られる。それはお姉ちゃんが女王様というより作田が悪いだけなんじゃないの。あとそれ全然魅力じゃないじゃん。何言ってんだよ。この世に舞さんに叱られたい人間がどれくらいいると思ってるんだ。キモ。でもその割にウブで時々自爆しているところもすっごい可愛いな。は？あとデートで着ている服装も可愛すぎる。うん、服といえば僕の曲がったネクタイを直してくれたし。そういえばこの前な。もういい。どうした急に。うっさい。何怒ってんだよ。怒ってない。怒ってるだろ。とにかくもういいの。よくわからんな。とにかくお姉ちゃんは私のお姉ちゃんなんだから。はあ、なんだよそれ。あ、そろそろ戻るって。マジで？やった。お姉ちゃんを待っている間に作田にいっぱいセクハラされたので、後でいっぱいお仕置きしておいてくださいと。豊浜、根も葉もないことを吹聴するのは良くないぞ。うん、別に嘘は言ってないし、自分で何とかしなさいよ。まあいいか、舞さんのお仕置きならむしろご褒美だしな。ありえない。ああ、舞さんがバニーガール姿でお仕置きしてくれたら最高なのにな。キモっていうか、お姉ちゃんでエロい妄想すんな、バカ作田。